おごめーん大分の高っ親方です。今回はアイドルハロープロジェクトの話題。えー、先日ですね、ご卒業されました。モーニング娘22、森戸千崎ちゃん、ちーちゃん、5枚目の写真集が届きました。イェイ まあこれ結構ね、異例と言いますか、え、卒業後にですね、このハロメンのことをまた紹介するわけです。え、今回ですね、チアーズという写真集、え、5冊目、で、そしてーチャーちゃん卒業前の、最後の1冊ということで、まあ本当に楽しみにしてましたし、大切な、こうメモリアルな1冊となっております。 今回この写真集の簡単なですね、感想をご紹介いたします。いやー、あのちーちゃんのこの大人の表情っていうのもいいですし、今回まあロケ地が大きいなということもあって、衣装もまあね、 こう、あだ、鮮やかと言いますか、本当まあ、卒業、新しいカトデを迎えるちーちゃんにね、ふさわしい、こう、エモい一冊でもあり、やっぱりちーちゃんは美人だと感じられる一冊です。えーですね。まあ、プロフィールなどの感想は前回のですね、卒業公演の時に、えー、ご紹介しておりますので、まあ、そちらも合わせてご覧し、ね、しつつ、ぜひですね、今回は写真集で、えー、森と千崎というすんごい逸材がいるんだよということを、改めてしていただきたい。そんな思いで、えー プレゼント言いますかご紹介をいたします。どうかですね。まずご覧になって、気になれば一冊ご購入ください。お付き合いよろしくお願いいたします。えー、森と千崎写真集5冊目ですね。チアーズのプロフィールご紹介。写真集のご紹介を最初に行います。え、2022年6月10日に発売されました。まあ、森とちいちゃんとしては5冊目ですね。 まあ私はもうその2冊目から4冊目まではゲットしてまして、まあ今回で4冊目ですね、私が購入した分は。まあ実はハローメンの中で一番写真集を買っているのが、まあ森と千崎ちゃんの分の写真集です。まあそれほど私も本当このビジュアル、ちいちゃんのビジュアルほんといいなっていう風に思いますし、こう毎回毎回こうキュンとなる写真集が多くて、今回も非常に楽しみにしておりました。 えー、ロケ地は、えー、沖縄県の宮古島と、そして那覇で撮影です。いやーね、もう九州人としても沖縄行きたかよーってね。あの、モーニング娘ですね、この間、こうさ、沖縄公演ね、ありましたけど、ちいちゃん多分ギリギリ行けたんじゃなかったですかね、コロナ明けで。えー、ということで、まあ、憧れの地でですね、美しい美女が、栃木の美女がですね、撮影をされました。で、今回の、まあ、写真集の、まあ、メッセージは、ありがとう、またね。 が、まあ、テーマ、コンセプトです。まあ、卒業されるにあたって、この感謝の思いが込められた一冊です。 実際ですね、この中身というか、まあ衣装はセルフプロデュースですね。簡単にプロデュースってなっちゃったんですけれども、ね、ちいちゃんご自身でこうね、こうプロデュースされた衣装とか、いろんなまあね、ロケーションもいいですし、水着やワンピース、ドレスなど、多彩ないろんな、まあ服装のちいちゃんを楽しめる一冊です。じゃあですね、まあ私も一通り見てですね、まあどこが特に良かったのか、 この写真のいいところはどこそして親方ね、どのページが良かったのっていうところをご参考までにご紹介をいたします。写真集を見た感想、まあ、親方なりの感想を、まあ、大きく6つに分けてご紹介をいたします。えー、最初、まずですね、そもそも、まあ、卒業前最後の一冊。もうこれだけで大きな意味がある。 ですね、まあ。まさに尊い一冊。また要は大切にしたくなる一冊ですね。 本当まあ、ね、ちいちゃん、まあ、実は半年前ぐらいですね。2021年の多分10月ぐらいでしたかね。えー、ウィズ・サンクスという写真集を出されて、で、最後卒業前にもう一本っていう、ね、半年でもう2冊出している。もういかにこうね、ビジュアルエースとしてもですね、注目をされているということですし、あの、そしてこうね、卒業前のほんとメモリアルな、まあ、ちいちゃんの姿を見ることができた。これだけでもですね、買う意味はもうあるんではないでしょうか。 二つ目が、全体を通しての、まあ、視覚的、目で見た時の感覚が、パポステルカラーが多いなという印象です。まあ、淡い色、薄めの色で、いろんな色でカラフルな一冊ですね。まあ、まずは衣装がですね、いろいろあるんですよ。まあ、ちいちゃんご本人は、その、一番見ていただきたいところは、 パンダさん、パワー、ね、パワーじゃない。パンダさんカラーの水着ということで、あの、白地に黒のドットのビキニですね。で、上にこう、黒い羽織りをしている場面もございますし、今私が見ているところは、これ、ハイビスカスっぽいですかね、沖縄の。えー、ちょっと薄いピンク色にこう、ドットピンクですね。鮮やかなピンクがあって、こう、花飾りかなんかをやってて、あ、で、後ろがこう、ね、なんか人魚さんですかね、マーメイドのような。 これまたピンクとオレンジ色というかクリーム色が合わさってて鮮やかですし、この他にもですね、いろんなえ赤い水着であるとかですね、黒い水着もありますし、ミントグリーンの下着姿もありますし、で、まあ衣装がまずカラフル。で、さらにえーバッグがですね、あのロケがまあ沖縄ということで、 沖縄のまあ自然、まあハロプロあるある、ね、天気が悪い中での撮影とあるんですが、えー、ほとんどドン天で最後に枯れているということで、まあ実は悪くはないんですよね。えー、という周りの自然もいいですし、その中に美女がいて、でカラフル。で、あとですね、その、アメリカンな感じの、まあなんていうか、ね、お店の中、いろんなお菓子とか売っている場面でも撮影をされてまして、まあ本当にこうおしゃれこういろんな色が、こうね、うまく合わさって、 でそれぞれ引き立っている、こう、目にもさやか。ね、ちーちゃんの美しさもそうですし、こう、衣装や、こう、ロケ地の、こう、バッグといいますか、背景も、あ、さやかということで、ですね、こう、結構、印象に残りやすい写真集、全体を通して、そう感じています。で、三つ目、今度は、ちーちゃんの表情です。大人になったねー。 こう特にやっぱ目元がこう落ち着いた感じでこう優しくもありこうねこちらをしっかりと見据えている姿まあ昔のカントリーガールズ時代ですとポニーテールでこうニコってねやっててああかいなーっていうまだ若いなって感じでしたがまあ、今も若いんですけれどもこう大人な感じでこう笑顔もやっぱこういいんですかねこう落ち着いてですね いいとこうやってて、で,で目でね、見据えているということで、えー、本当に可愛いです。今、ちなみに今、猫が乱入してきたんですけど、うちの猫もね、メスですけどね、落ち着いたまなたしな感じがしますけどもね。いやーあの、ちいちゃん、やっぱり、美人ですね。あぜひ、この、ちいちゃんの表情にもご覧ください。で、四つ目ですね、これちょっとね、恥ずかしくはあるんですが、ね、まあ、初めて言う、しっかり言うのは初めてかもしれませんが、まあ、ちいちゃんはですね、特に、あの、私みたいな、 おへそフェチ,フェチとか、ほくろが好きな人にとってはですね、本当に魅力的な一冊なんですよ。あの、友達からよく、親方なんでそんな写真集かね、親方ってさ、さ、写真集見て何、何、何のために買ってるのって言われるんですが、まあ、私が買う理由の一つが、こうメンバーのね、このおへそとかほくろとか見られるところ、っていうところは、まあ正直あります。 私以外にも多分その方多いんじゃないかなっていうぐらいなんですけれどもね、結構やっぱ露出も多いですし、普段のこう衣装とかでは見られないものね、えー、衣装も見られますし、これをまたね、まあ今紙で私見てますけれども、ゆっくりこうね、動画とは違って、ゆっくり眺められるというのもいいですね。 あの、ちいちゃんのね、結構おへそ出してくれるんですけれどもね、こう、おっきくて、こうね、ちょっと子供っぽいって言ったらあれですけれども、ちょっと上向いたところのおへそ、本当私大好きです。で、ね、結構あと、ほくろもね、割とあって、で、モーニング娘。のね、あの、は賀あかねちゃんが、まあ、ほくろフェチで、ね、森戸さんのほっぺのね、横にある、ちか、口元にある、 ほくろが大好きっていう、それもね、気持ちわかりますし、私自身はさ中かのほくろが好きなんですけれども、ね、あの、まあ、ほくろといえば私、あの、ビヨンズの島倉理科様の写真集見た時は本当に衝撃で、ね、理科様も結構多いんですけれども、あの、私それで好きになって一押しになったっていうぐらいですね、まあ、写真集を通してですね、まあ、いろんな姿を見せられますし、写真集でこうね、もっと、 こうそのメンバーの魅力を感じるというのも事実ですので、ええー、ですね、いろんな姿のね、まあ、ステージ上とか動画では見られない、えー、そのメンバーの姿をゆっくりご堪能ください。で、四つ目ですが、これですね、あの、中、序盤の方にあるんですけれども、ちょっとギャルチーになってるとかあるんですね、やばとかね、いう雰囲気ですが、えー、なんていうか昔風の、あなんていうか、下はホットパンツね、 上がこういろんな,なんか昔のなんか昭和の時かなんかのこう結構ド派手なこういろんな柄が入っているえですねシャツを着ているシーンがあるんですねサングラスかけているちょっとこうワイルドな感じこのちーちゃん見るとなんかね髪型も相まってか 高瀬くるみちゃんにそっくりだなっていう感じがしますね。まあ同じね、栃木県ということで年齢も近いですし、まあこれは偶然なんでしょうけれども、えーね、くるみちゃんの、えー、写真集も確か沖縄だったと思うんですけどもね、結構ね、派手な衣装もしてて、なんか、高瀬くるみちゃんと似合ってるなっていう感じがします。あの、よかった高瀬くるみちゃんのクリミ色という写真集もおすすめですので、ぜひご覧くださいとい合わせて宣伝を ね、してます。あと、まあ、そのちなみに余談ですけど、ギャルっぽい格好だけ見ると、まあ、同じくビヨーンズの里吉歌乃ちゃん、うーたんにもこう、ね、似てる雰囲気を感じますね。いや、なんか本当ハロメン同士が繋がる感じですね。まあ、ちなみにね、今回の ま、これは私は普通常版で買った、えー、ちーちゃんの写真集。えー、表紙がですね、ミントグリーン。ね、高瀬くるみちゃんのメンバーカラーの色を着ている。えー、こう、下着の衣装ですけれども。このページもね、結構落ち、ね、あのー、おすすめです。 結構あの、ハロメンのですね、写真集、こう、下着姿で、こう、ベッドで横たわっている雰囲気、こう、なんか日常感ある感じのところもですね、非常に、まあ魅力というか、毎回楽しみにしてますので、これもまたね、写真集を見る一つの楽しみにねなるんではないでしょうか。そして、えですね、まあ、じゃあ今まで魅力の紹介した最後、6つ目ですが、毎度ですね、じゃあ親方、 ちいちゃんの写真集、あ一番どこが良かったのねどこふっとりしたのっていうところはですね、えー、もういきなりなんです、実は。冒頭で出てくるですね、赤い、まあ褐色色の 鮮やかな、こう、ビキニ姿。これはね、もう正直最初見た瞬間もう、うわーってね、これはもう攻めてるな。セクシー、セクチーになんちゃって。はい、ということで。えー、まあ実はですね、まあもう一つ思ったのが、えー、まあ私の、まあ一押しのメンバーである、ね、えー、モーニング娘。の、野中美希ちゃん。で、ね、彼女も着ていた、こう、水着にも似てるんですね。こう、赤い感じで。 まあ、チェルの場合はこう、なんか女ソルジャー、女、ね、女の戦士みたいな感じで、ね、ちょっとアメリカンな感じがしましたが、チーちゃんはなんかファイブミチじゃないですけどね、あのー、なんか大塚製薬の CM に似合いそうな、というのもこうプールで泳いでるシーンがあって、爽やかさと、ね、その爽やかさの中にセクシーさもあるというところ、この、あのー、まあ、これ5ページぐらいあるんですかね、今もちょっと見てるんですが、これはね、まず色鮮やかです。あのー、 ラグラケイティこの雰囲気も良いですし、で、ちいちゃんのこうね、笑顔もやっぱり結構いいんですね。落ち着いた感じでニコッとして。あなんかこのこっち見ているシーンがあるんですけれども、これまた同じ栃木県の大島ゆう子さんに似てる感じがして、いい感じですね。髪ちょっとウェーブかかってて、やっぱ目が大きいところ。 っていうのがこうね、吸い付けられると、吸い付けられるというか、引き付けられるですね。魅力的です。いや、このね、赤いオレンジはね、結構印象に残ります。まあ他にもですね、最後黒い水着でもセクシーなとこあるんですが、あれ多分マナカンもですね、同じ水着着てたんじゃないでしょうかっていう超ね、こうセクシーな水着もございますし、ね、あといろんな、 か、買い物してる姿とか、ちーちゃんってなんか前回の4枚目の写真集の時もそうだったんですが、なんかピンク色の帽子かぶって沖縄でこう、なんか、お買い物してるなというイメージもございます。いやー、あの、いさんの雰囲気とかですね、あの、本当ロケ地沖縄また行きたいですし、ねやっぱちーちゃんが入りますね。今白い姿のね、ところも見てますけれども。 あ、これは少女っぽくて、こう、天使っぽいあ。夏の少女みたいな感じ。君は天然色ですか天然色ですかね大竹一さんの。あれが似合うような感じがしていいですね。えー、という一冊です。まあ、あの、私なりのあくまでも主観ですけれども、まあけど、同じようなね、まあ、感覚といいますか、感想をお持ちの方も、まあ、割といらっしゃるんではないでしょうかまあ、とにかくね、 ちいちゃんと沖縄は素晴らしい。<laughs> そこにね、尽きる一冊でございます。もう本当にね、卒業して今、新しい道を進もうとしている森とちさきちゃんですね。えー、まあ、最後に本当素敵な写真集を残してくれました。本当にありがとう。えー、本当大切にもいね、いたしますし、まあ、ね、森とちさきという素晴らしい逸材が、こう、ハロープロジェクトにいたんだよという一つの証明にもなる一冊ですので、ぜひご興味のある方は、 ご購入よろしくお願いします。えー、ということでですね、今回もうっとりした写真集、ありがとうございました。えー、ハロプロですね、このようにまた、もう一つですね、予定で私、山崎ゆはねちゃんの写真集も、えー、届く予定、と、あと、岸本ゆめのちゃんですね、椿ファクトリーも届く予定ですので、また届き次第、このようにこうね、写真集、こういうとこがいいよと、メンバーこういう表情があってね、素敵なんだよということを、えー、まあ、魅力をね、不況をしてまいりますので、お楽しみに 今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えー、ハロプロの話題はですね、ほんと7月の途中、まあ、まではね、結構積極的にいろいろ動画あげますので、ね、一緒にハロプロ応援してまいりましょう。それでは、また今日も推しのために働く